ショーンガウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属する市である。この都市は、プフッフェン・ビンケル地方、レヒ川西岸に位置している。よく保存された、旧市街は、レヒベルクに達し、ほぼ完全に保存された市壁を有する。ショーンガウは、オーバーバイエルン行政管区の最も西に位置する、都市で、この付近では、 レヒ川がバイエルン語とシュバーベン語との境界となっており、ショーンガウではバイエルンとアレマン系シュバーベンの言語が混在したレヒライン方言が話されている。この町はロマンティック街道のアウクスブルクとフィュッセンとの間に位置する宿駅であり、シュバンガウの城下にやピースの巡礼教会へ向かう観光客がしばしば訪れる。この町のすぐ隣、レヒ川東岸に市場町のパイティングがある。 軍庁所在地のバイルハイム・イン・オーバー・バイエルンは、東に約2 5トルの距離である。また、隣の軍の軍庁所在地で大規模軍都市のランツベルク・アムレヒエもやはり2 5トルの距離がある。もっと近くに位置する町村としては北に、ホーエンフルヒ、キンザウ、アップフェルドルフがある。西には、アルテンシタと、シュバープ・ゾイエン、インゲン・リートがある。 フュッセン方面にはブルックンとベルンボイエルンが一致している。ショーンガウの西約2 5トルにはオストアルゴイ軍の軍庁所在地であるマルクトーバードルフと軍独立市のカウフボイレンがある。本市は公式には2つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落はクビユのショーンガウだけである。ショーンガウの起源は 現在のアルテンシュタット付近にあった。13世紀末に、ほとんどの住民がわずか数キロメートル離れた、レヒカハンのレヒウムラウフベルクに作られた、新しい入植地に移った。この際に、集落の名前も一緒に移された。給料地は防衛上はるかに、好都合であったのだ。ショーンダウは、アウクスブルクへ向かうローマ街道である、ビアクラディアアウグスタに沿っており、このことから、 この町が、ローマ時代に起源を持つことがわかる。中世には、ベローナ・アウクスブルク・ニュルンベルクという交易路と、ベルヒテス・ガーデナーラントから、アルゴイ地方に至る塩街道という日本の重要な、通商路が交差する町として、重きをなした。レヒラインは12世紀に、ベルフェン家の支配下で生じた、地域概念である。1191年のベルフ6世の死後、レヒラインの所領は、 ホーエンシュタウフェン家のものとなった。1268年に、ショーンガウはビッテルスバッフ家のバイエルン公支廃家に置かれた。皇帝ルートビヒヨンセリは1331年に、貨幣鋳造権を含む、法書をショーンガウに授けた。1589年から1592年まで、ショーンガウで大規模な魔女狩りが行われた。これは、 当時のバイエルン領内で行われた魔女狩りの中で最大のものであった。この魔女狩りで63人の女性が処刑された。商業と市民の努力により、ショーンガウは15世紀に流星期を迎えた。しかし、アメリカ大陸の発見が大規模通称路に変革をもたらした。ショーンガウは緊急した。上管や武道場といった重要な建物の維持費用が捻出できず倒壊し、 あるいは取り壊された。第二次世界大戦後、この街及びその周辺地区は避難民によって人口が著しく増大したが、中小企業の成功により、失業率を比較的低く抑えることができた。ショーンガウは、以前、同盟の軍の軍長所在地であった。バイエルン州の軍域再編に伴い、この軍は1972年にバイルハイム軍と合併し、 現在のバイルハイム・ショーンガウ軍となった。軍の機関が統一された今でも、時折、旧ショーンガウ軍という名称が使われることがある。ショーンガウ・ショーンガウの第一市長ファルク・シュリューターマン・ファン、ランゲバイでは2014年5月1日に就任した。ショーンガウ市議会は24議席からなる。図柄は、金字に赤い舌を出した黒い和紙、バイエルンの菱形門の小立てを胸に掲げている。 この紋章は1331年に皇帝ルートビヒ4世からこの町に捧げられたものである。マリア非常典教区教会ショーンガウ近郊に現在ドイツで最も高い木製の塔であるロッテンブーフの放送塔が建っている。道路2本の連邦道がショーンガウと交差している。バート・テルツ方面から来てマルクト・オーバードルフへ向かう B472 号線と アウクスブルクからフィュッセンへの途中でショーンガウを横断する B17 号線である。B17 号線のランツベルクとショーンガウの間の区間は近く3車線に拡幅される予定であり、その一部はすでに実現している。遠距離道路はバイパスが整備され、市街地から離れた場所を通っている。鉄道、ショーンガウからは、バイルハイムからパイセンベルクやパイティングを経由して、ショーンガウに至る。 いわゆるプファッフェンビンケル鉄道の終点である。この路線をバイエルン地方鉄道の機動車が1時間ごとに運行している。この他にランツベルクアムネヒ方面への鉄道もあるが、こちらはアウクスブルクローカル鉄道の貨物列車が走るだけである。フックスタール鉄道活性化の会は、この路線の旅客運行再開を強く働きかけている。 1970年代まではこれらに加えて、カウフボイレンまでの支線があった。現在この路線跡の多くの部分が、ダンプフロークルンデと呼ばれる自転車道の一部となっている。ショーンガウは、19世紀になるまではこの地域の商業、及び行政の中心都市であった。このため上官や現存する、くさい番所が設けられた。その後、この町は、工業都市として発展した。 最も売上の大きな企業は、製紙業者のアップムキュンメネである。この会社は古紙を原料とする再生紙を生産しており、南ドイツ及びそれと国境を接する地域を市場としている。この町で最大の雇用者は、ォアービジャー社である。輸送業も比較的強い。また自動車産業の下請けや、アパレルメーカー、観光業をはじめとするサービス業者もある。 ありがとうございます。